埼玉車両センターは埼玉県埼玉市南区の南浦和駅南側に所在する東日本両格鉄道大宮市社管轄の車両基地である。2015年3月14日に従来の浦和電車区から組織変更を実施し、研修部門を埼玉車両センターへ、運転部門を埼玉運転区へ名称変更した。 浦和電車区時代の所属略号埼玉車両センター、改消後の所属略号、9歳、大宮支社を意味する、宮と埼玉を意味する、歳から構成される。本センターの敷地は、東西方向に約65メートル、南北方向に1600メートルと細長いもので、蕨駅北方から南浦和駅の手前約650メートルまで泳いでおり、 一駅間がほぼ車両センターとなっている。広さは東京ドームの約2倍となる9万平方メートルと広大なものである。本センターの最大留置可能数は280両である。センター内には入りベク線3線、線上線3線、電流線15線が可能、交番検査線3線、車輪点作線1線、臨時修繕線2線がある。配置車両はべて、 電車である。2021年4月1日現在の配置車両は以下の通り。大宮駅構内に大宮駅発出があり、異常時の初期対応などを行っている。ありがとうございます。